はい、こんにちは、影丸です。今日は、車庫入れの時の幅寄せの動画ですよね。ソニーのスポーツカメラ、視点で撮影してほしいということで、そちらの方、今日動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。それでは、そうですね、エンジンまずスタートして、女子シートベルトして、歩行者、交代するときは、そうですね、外の音を拾えるようにしておくのが原則ですね。それではまずそしたら右寄せから行ってみましょうか。それから寄りが足らんかったら、まあ、もう一回ちょっと右にこういう感じで左に余裕できますんで、まあ、2回やるとそうですね、詰めやすいですよね。はい、これで右側幅寄せは完了ですよね。じゃあ次に左寄せですよね。感覚つかみづらいとはと思うんですけれども、じゃあちょっと右側に、まあ、障害物があるっていう想定で、まず頭ですよね。右側の障害物にかからない程度にこう振ってもらったら、左に、ハンドルまっすぐですね、すいません、ハンドルまっすぐにして右、ちょうどいい感じで後ろの方を注意して、右に切って、車体をまっすぐにしていただいて、寄りが足らんかったらまた前に出るんですけど、この時にもう左に寄せちゃいましょう。でそのまま頭を振ると、余裕ができますんでね、右の方からと頭気をつけながら、後ろの方ちょっと寄りすぎですね、調節して、まあ、ハンドルまっすぐですよね。で最後頭整えるって、こんな感じです。以上で、簡単なんですけれども失礼させていただきたいと思います。